さあさっき流しで勝ち込んどっけんね、次はレフトスタンドと思ったけど流しで全然十分。大丈夫、もう大丈夫言うたやん俺。サプル外角来るぞ、いい見た今の。はいどうも、ピーちゃんと申します。皆さん、プロスペースやってますでしょうか？ということで、今日はスパーク山川さん、リアタイで使っていきましょう。ということで、スパーク山川さん。これはね、累計で引きました。このスパーク山川さんはね、ミート70ですね。ミートが B、で、パワーが84の A、で、それから58の D ですね。で、称号できてないんですけど、称号したらね、まあ、総力もワンチャン C になるっていう感じですね。で、まあ一応サードテキストあるんですけど、まあ主にファースト守らすか DH やと思います。はい、でこの山川さん、特能がねミートが上がんないんですよ。ミートが上がんないんすよね。まあまあまあ言うてもリアタイ、まあパワーイズジャスティスということで、はい、もうパワーが高ければ高いほどねリアタイはいいんで、まあちょっとねそれを武器に、で一応ね自分の山川さんプルヒッター上げております。まあ正直言うんやったらプルヒッター上げん方が俺はおすすめします。まあプルヒッター あったらねあったで、まあ内角の球めちゃくちゃ飛ぶんですけど、まあどうせあのプルヒッター発動しても内角に勝負してくる人って今いないんで、まあそこがあだとなって外角攻めされるっていうのがあるんでね、まあプルヒッターは自分はねない方がいいと思うんすけど、もうね昔山川さん使ってた名残っすね、自分がプルヒッターついてるのは。だけどもうあのプルヒッターそのままにしました。あのこの山川さん使って思ったのが、外角のボールをすごいとこに飛ばしたんで、ちょっとそこをねぜひとも見てほしいかなと思います。ということで早速いきましょう。来た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 、プルヒ出てない、これライト勝ち込めるんちゃう、ほぼ野村さんでしょこれ。野村さんはねライトのホームランが多いけん、プルヒがあったらホームランやんいやなんかない、まあでもあの動画でも言ったけど、まあ、プルヒがないけん内角攻められるんよな。はい全出し、これミート上がらんのきついな、全出ししてもプルヒあるあるね、流しの打球がしこたま曲がるっていう、これプルヒあるある。いいじゃん、なんかゲッツーをよく取るようになるみたいだけど、まあ、ゲッツー明らかに少ないけんなこのゲーム。ファーストゴロでゲッツーが取れんし、サードゴロもゲッツー取れんけんね。であとまあショート、まあショートゴロとかか。でもね守備いじるのちょっと怖いんよね、絶対バグるけんね。取りにくくする、いや俺知らんよ、俺何も見てないけん。えゲッツーが取りにくくなるん、今まで取れてなかったものを。え今までゲッツーっていうものが存在してなかったプロスピエースでさらにゲッツーをなくすってこと？より取りにくくするようですよ。ええちょっと待って、より取りに行くようにするってことやろ。みんなちゃんと読んだ？分かれとるぞ今どっちかで。日本語ってむずいけんさ、ちゃんと見らないがんばい。取りに行くようにするのか取りにくくするじゃ、もう全然あの意味違うけんね。もう一回ちゃんと見てきみんな、取りにくくするのか取りに行くようにするのかちゃんと読んで。俺ら日本人日本語に惑わされてますああ打たれたわ。
どっち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 、日本語って一番難しいけんね。取りやすくなるんでしょう。だって今から取りにくくなったらもうだって今までゲッツーなんか見たことなかったのに。まあ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 、まあ、ゲッツーが取りやすくなるのはいいんちゃう。ビビらせんな俺に言うな俺に言うな、みんなに言って、え、今より取りにくくしてどうすんのって思った俺は。俺ね、お知らせってあんま見らんのよね。あの、みんなが教えてくれるけん。うん、どこ？これか。ゲームバランスについて。よりゲッツーを取りに行くように。え、違う。ゲッツー、よりゲッツーを取りに行くよう、ゲッツーシチュエーションにおける AI 判断を調整しました。タップル。プルプルです。プルプル。プルプルじゃん。おい、打球プルプルしてんな、本当に。あー、プルプルです。いや、マジ、守備の修正もめちゃくちゃありがたいんやけど、マジ、プルヒッターどうにかしてくれよ、本当に。だけん、広角ゲーとか言われるっちゃ。よいしょ。こんばんは、プルヒホタカで流すときは、マシンじゃないとパワー伝わらないです。オッケー、マシンね。下叩いちゃダメってことやろ。自分もスパークのホタカさん出たんですけど、ピーちゃんプルヒつける派ですか。いや、あの、もともとプルヒついとるホタカさんがめっちゃ強くて、その名残やね今。だけど仕方がなくついとるって感じ。つけたくてつけたわけじゃない。サプルヒ、あ、2球ともストライクなんそれ。プルヒ、オーケー、プルヒナイス。さあ、またプルヒないよ。この山川さんプルヒ全然出らん、めちゃくちゃいいよ。いいじゃん、それそれそれ、昔懐かしき。今の流すんや化け物じゃん、やっぱり。いやー、おたちゃん、おたちゃん、いや、いった、オッケー。ちょっと早いかなと思ったけど、オッケー。さあ、このまま3者連続、ホタカ行くんや、やるんや、今こそつなげ。ホタカならやれる。やれるぞ。どすこいするんや今こそ。よし、流しで打てた、流しで打てたぞ。プルヒ出てねえけど、でもプルヒ出てないアーティストで流しホームランは余裕で打てるか。当然かいや、プルヒ出とってあの打球が打てるんやったらいいんやけどね。でもね、マシンで捉えんとダメっち言われたけんさ。だけんもう結局確率やけん、出たらラッキーで。でも出らんかったら出らんでいいやつ、どうせ飛ぶし。マジで出らん、プルヒが。マジでナイスじゃない。さあ、さっき流しで勝ち込んどっけんね、次はレフトスタンドと思ったけど、流しで全然十分。大丈夫、もう大丈夫言うたやん俺。マジでちょっとファーストランナーコーチちょっと変えないかんかもしれん。さあ、ホタヤン
発打って2点完璧ぺきじゃん。えぐー。サプル外角来るぞ。見た今のあれがプルヒです。ホタヤンの真骨頂やん。今のバッティングは外角フォークシャカシャカち込むレフトスタンドに。今のエグーでしょ。